長谷川匠のディフェンス、スイッチして、いやいいですね、ファルカー、M1! 入った。いやー、古川選手、奮闘してますね。長谷川、あ、これですか、ファール。長谷川匠にファールです。中山へ、グリーンのスクリーン、アンダーの海、中山、決めた。あ、強い。でも、いやー、強いですね、中山。接触をされながらです。アイバーソン、古川、グリーンがスリーポイント先ほど決まっていますが、サイズがつく、古川が打つ、決めてきました。いや、これはこの古川のスリーポイント、はい、しかもこれ、リバウンド秋田、いやー、横浜なかなか決まっ得点取れないですね、中山リングにアタック、バックストカウント、ここは強引に行きましたね、かかってコーナーのキャプテン中山、中山が中に配置してくる、レイアップ、あーっと巧みなレイアップ見せました中山拓也、3円のボールです。した木村敬吾のスリー、今日1本目、これは来ない、タッチは悪くありませんでした。さあ中山、中山が行った、中山が行った、ミドルラインドライブからまた古川、ハンドオフから古川、またスリーポイント決めた、2連続、古川、川崎50点に到達しました、古川ハーフショット決めました、はい、そしてエンドワン、やはりオフィシャルタイムアウト前に秋田はタイムアウトを取ってしまったっていう風に見られるかもしれないんですが、前田コーチの中田口が左のコーナー、田口古川に気持ちよくスリーが打たせたいんですが、これはどうか、やっときた、秋田もそのディフェンスからリズムを作っていくチーム、そうですね、はい、はい、ピックアンドロール、ロングが来るか、うん、ボールが手につかなかった、秋田とすればチャンス、長谷川沈めています。秋田は第2クォーターまだ得点が来ていません。デイビスがスリーを打ちました。リバウンドアイバーソン拾って、中古川走っていました、古川が厳しくいきます、かわしてパスにしました、奪いました、秋田時間を使わせました、ナイスブロックですね、古川選手。さあ古川、デイビスに入れます、もう一度古川、古川のジャンパー来ました、古川ファール、古川もらって沈めた、さすがですね、もうあの状態でファールになるんであれば手を戻さずにここで戻してるんですけど、そのままボールをそのまま抑え込んじゃえばよかったかなと。自分で行くか、古川のスリーポイントはどうか、決めました、スリーポイント決まりました、さらにバスケットカウントエンドワンとなりました、テラン、このシーンです、もうファールをこの時点で もらいに行ってますからね。あ、そうなんですね、はい、ハイポストでのワンウェイジャー、ギャビン・エドワーズがつきます、古川にスイッチ、古川のロングスリー、入ってしまいましたね、古川いいですね、今は21対20、秋田がリードをして終えました。解説バスケットボールコメンテーター中原武史さんです。長谷川、中山へ、このプレーに繋がる、わあ、いいね、これはブザービーター決まります、残り2秒、古川が行くか、古川決め切りました、第2クォーター終了、ブザービーター、川島、古川へ、そしてつなげた、おリングが揺れて自分が立ち上がれないデイビス、秋田としてはここまで43得点28失点、はい、これはすごかったですね、そうでしたね、古川はもうこうイメージを持ってのここでしたね、うん、揺れた、ラストプレーデイビス、中山、中山プッシュ、ロングスロー、あーゴー、すごい、勝利、これは中山、ただただビデオ判定には入ります、ブザーが、ブザーよりも先だったかどうかの判定には入りますが、
決していません。判定はまだ決していません。見た感じは何でしょう。このプレーです。これが入りますよね。すごい。ぜひぜひ各社の皆さん、今日のスポーツニュースにご利用ください。